はい、こんばんは、なぐもんです。たった今、ツイッターを覗いたらバルセロナに また新たな選手が加入したことが発表されていました。この度ザスパクサツ群馬より宮坂選手が完全責任で加入することが決まりましたのでお知らせいたしますということで、宮坂選手の加入が発表されました。僕宮坂選手のことは、モンテリオ山形にいた頃から、ずっと見て応援しておりまして、大分トリニータ時代は分かんないですけど松本山雅の時代も見てまして、非常にフリーキックの精度が高い選手ですね。データに一つのデータによれば、フリーキックの名手中村俊輔選手よりもフリーキックでゴールを決める確率が高いというデータも出ているぐらい J リーグ屈指のフリーキックが上手い選手ですね。まあ、フリーキックで点を取るのが上手い選手ということで、まあ、プレースキックが上手いということで、まあ、コーナーキックだったりセットプレーで、まあ、力を発揮してくれるんじゃないかなと思っています。またボランチのゲームメイクだったりパスの落ちらすのだったりを、まあ、が期待できる選手だと思います。いや、これは嬉しいですね。ボランチが今藤山選手、坪川選手で入ってくる隅永選手で3人で若手が多くて、あとベテラン1人欲しいなって昨日風呂の中で、宮坂選手まだ契約満了決まってなくて来てくれたらすげえ嬉しいなと思ったら実現しました。めちゃくちゃ嬉しいです。この補強、すいません、個人的に好きな選手だったのですごい嬉しいです。いや、マジでフリーキックからの得点南長野で見れるの楽しみにしています。運動量も豊富みたいですしね、横山さんのサッカーに合うのではないでしょうか。以上、バルセロ移籍の速報でした。